関本麗華は、日本の地方競馬機種、岩手県欧州市出身、水沢競馬場の関本康二厩社所属。所属厩社の調教師である関本康二は父、地方競馬教養センター98期、岩手県競馬組合では、史上8人目の女性機種、中学1年の頃に乗馬を始める。 2017年10月3日に地方競馬教養センターに入所。入所後の競馬場実習では、所属予定の岩手競馬における当期休業期間と重なったため、その期間は笠松競馬場において研修を行った。2019年9月25日、騎手課程を終了。2019年10月5日に森岡競馬場の第二競争で初騎乗。 自給車のマシンガントークに起場し、6着。10月7日の森岡競馬場の第2競争にて、スカイルークに起場し、9戦目で初勝利を挙げる。2020年1月からは、地方競馬で活躍する女性騎士を集めた、レディスビクトリーラウンド2 0 2 2出場。また、1月12日から2月21日の期間で、笠松競馬場にて、 期間限定起場を行うと発表。笠松では、湯の前両人級者に所属。名古屋競馬場にも参戦し、1月30日の第5競争にて起場の踏み立つ色派で、東海地区での初勝利を飾った。最終的に期間中で5勝を挙げる。2020年10月12日、マイルチャンピオンシップ南部杯にて、笠松競馬場より遠征のリンクスゼロに起場し、 ジェイプニー初起承を果たす。関本玲香の機種情報を参照。関本玲香岩手競馬。2020年10月12日閲覧。AB、地方競馬。女性機種が2人誕生なあが、免許合格者を発表。デイリースポーツオンライン。デイリースポーツオンライン。2020年1月7日、閲覧。AB、第98期機種家庭入所者紹介地方。 競馬情報サイト。2020年1月7日閲覧。女性ジョッキー関本玲香、岩手競馬再建への思い曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2020年3月15日閲覧。笠松に、女性騎士候補生、来春デビューを目指す。寄付新聞ウェブ。2020年1月7日閲覧。地方競馬。 岩手の新人、関本玲華騎手が、デビュー競馬ニュース。netkeiba.com。2020年1月7日閲覧。地方競馬、岩手競馬新人、関本玲華騎手が9戦目で、初勝利達成。素直に嬉しいです競馬ニュース。netkeiba.com。2020年1月7日閲覧。LVR レディスビクトリーラウンド2020。 実施概要発表。地方競馬情報サイト。2020年1月8日閲覧。地方競馬、岩手、関本麗華騎手が、笠松で、期間限定騎乗来年1月12日から、競馬ニュース。netkeiba.com。2020年1月7日閲覧。今年の期待は、チャイアプーンが、笠松 V デビュー。 寄付新聞ウェブ、2020年2月6日閲覧。関本玲華騎手、笠松で4勝上げ検討。寄付新聞ウェブ、2020年3月15日閲覧。重賞マイルチャンピオンシップ南部杯ジェイプニー結果、優勝は、アルクトス号岩手競馬。2020年10月12日閲覧。フランスの美人ジョッキーミシェル、炎の体育会 TV で、 ドキドキバラエティー初体験。スポーツ放置。2020年10月12日閲覧。今注目の若手ジョッキー M ・ミシェルキシ騎エ &L、ヒューイットソンキシュが、炎の体育会 TV に、初参戦。TBS テレビ。TBS トピックス。2020年10月12日、閲覧。楽天生命パーク宮城で、岩手競馬ナイターを開催岩手競馬。 2020年10月12日閲覧。ありがとうございます。